ショーフリースタイル TV。 はい、こんにちは。なんかすごい久しぶりな感じするね。3日ぶり4日ぶりでショーフリースタイル TV、 多分それぐらいなんですけど、今日はやばいよ。なんと大阪からヒダディさん来てます。イエーイ。ベンガブラプレゼン組合からヒダディショー TV にやってきたぜ。おイエーイ。ってことでせっかくなんで、はい、もうアルバムも引っ提げてということで、フリースタイルでね、ちょっと楽しみたいと思います。せっかく来たぜ、はるばる。だけど宣伝するのはアルバムよ。数々踏んできたライムたくさん、行くぜ。今日は宣伝なんて全然宣伝ええで、そりゃ嘘ちゃんとしてこい、言われた組合長だからラップする出来合いで一丁 SHO。調子はどう、確か何年か前にあったぜガーデンバー。でも頑張んなって言ってた、お互い撮った記念撮影。それから何年か経ってやつのワードがすごいバズったぜ。みんなで焼くブーツはやめろ、そんなの常識。みんなマジで音楽の麻薬、これだけはやめらんないぜ。そうヒップアップジャンキー、飛び蹴り入れてるジャッキーチェン、まるで繋がれたチェーン。チェーンといえば鎖グー、カンにもリスペ。みんな使ってYouTube 命中してくれ、俺のリリックが加速、もちろんカーソルを加速をもちろん合わせると、設定は606エリア。手にはマイクならないけどロックしてくぜ。 YouTube 命中して空中遊泳見たく、みんなも有名になりてえなら、てめえがやりな。エンターテイナー、ファッキーエンターテイナー、ステンダーよ、メンバーだ。集まるメンバーは SHONAH。 はいダディ、わかる、右に左に揺れてけ揺れてけ、ビートリズム刻むイズム、ここめっちゃみんな言うぜ渋谷やん。やってきたここ東京の渋谷やん。渋谷区だけど焼くなら焼く、ブーツはやめとけ、ブーツじゃねスニーカー履いてる PC 出すで CD。 はるばる来て宣伝する、俺はヘッドバンガー、ちょっとダンマ、ちょっとなんかちょっとカバンがアンダー、ほんでもちろんなんか中から出してるのは何かな。ヨーヨーチェックしてくれ、チャック開けるぜ。そして何か出してく、これくらいやっていうか、これはグライヤー。何言って次のアルバムの大手のフライヤー、チェックしてください。タイトルは大手、みんなで肯定くださいな。ダサいやつはいいよ、多彩なサイファーで説明してくけど、説明してもわかんねえやつは説明だけど、もちろん節減してくぜ。テクでもちろんテクを見せてくの、見せる日がもう決まってんねん。そのテクを見せる日、それがワンマンライブ、ワンマンライブが今度あるぜよ。こんにゃくじゃないけど翻訳すると9月の16日、よスペースオットって言ったら、渋谷のすぐ近くの代官山、つまり裁判沙汰じゃないけど万々歳だな。スペースオットでよ、スペースオット、ちょっとスペースちょっとって、そんな鎖かけの発酵したチーズみたいな詰める。でもオスとメスにオススメスって入れながら言いながら入れる言葉のメス、マイクテストはなし、いきなり始まったフリースタイルショー TV。 横にはヒダディ青キーラリ、比較ヒダリ、俺から今日も怒りはいらないぜ。ここは新たな文化、噴火する前に今日もやってみようか。いろんなビートの乗せ方あるけど、俺ならこういうやり方、決め方いろいろあるけど、そっかフリースタイルはやっぱり楽しい。賢いやつらと一緒に頭を揺らすのも楽しい。音の乗り方いろいろあるけど、やっぱり左をシャンティ。ニューアルバム絶対チェックしなきゃ意味ねえよ、入れるぜメス、テストパケンじゃねえ。俺は新たにクリアな、この違いが光ってる、別次元行くぜ。俺に期限つけても不可能なもの打開していく、破壊と再生繰り返し。大抵のやつらは俺をバカに、だけど俺は目がキラリ、初着バイブス、まるで奈良の大仏みたいに俺のサイクル、サイクルで行くぜ。
ライフルのように口からミサイルが冴えてる頭。確かにそう SHO 昔はみんなバカにしてた、うちの俺も一人だった。だけども渋谷であと大阪で三角公園で CD を手売り。ヨーヨーヒップホップ好きか、好きなら俺の CD を買え、奴の本気。その気持ちが何年も続き、手売りで売った CD は何枚何万枚あるか、何千枚。それで自分でアンダーグラウンド有名に、奴が有名になったのは自然偶然じゃないぜ、必然なことさ。何か一つでも自分ブレずに曲げず、もちろん突き進んでたら奴のように一つだけ名前あげてく。そう、これが現場ならでは、現場っていなって言うんだって。 Yo SHO ヒダディン組合、組合アルバムが出るから何回も言うけどチェックしてください。ありがとうございます。ヒダディさん、ありがとうございます。イエーイ、うまい、うまい、美味しいね。もう一回ゆっくり、はい、こちらの方はですね、最近使ってるこのブルートゥース。こちらです。普段ラップを多分聞かない人は、そのあまりにもグルーブすぎてメロディーラインがいけすぎてて、ちょっと聞き取れなかった人もいると思うんで、じゃあ次はトーキングで。はい、はい、インフミアイ組合、9月9日に9枚目のアルバムが発売します。タイトルは9枚目、大手、はい、大手ちゃんと買うてねーいうことで、はい、それの、ワンマンライブがあります。東京9月16日、そして福岡9月23日、大阪が9月30日となっております。代官山、親不孝、アメリカ村、この3カ所でやります。代官山はね、もう来週なので、9月16日なので、チケットも残りわずかなので、皆さんぜひ、来てくださいっていうね、宣伝をぜひ YouTube で言いたかった。ありがとうございます。ぜひ生で感じてください、はい、もう生でしか伝わらない部分もあるし、生でしか感じられない部分があるんで、生で生で生で、中田氏はちゃんと責任をね、ある人のみでって形で生で感じてください、うん、やばい、ね、なんか女の子によくそのコンドームつけたら生ってそんなに違うのみたいなことを質問されて、はい、それは全然違うよっていうのを女にすごい伝えたいときに、じゃあ例えばコンドームつけてディープキスしたら、はい、それはもうそっか、うんうん、それぐらい違うからですね、うん、それぐらいだからライブも違うんで、うん、生で現場で、現場実際のスピーカーの音でこう振動を感じて、で9月16日は代官山、はい、代官山スペースオートに来てください。お願いします。ヒダディさんでした。いえ、ありがとう。大手、大手、坊主にヒゲ、坊主にヒゲ、ヒヒヒゲ、ヒヒヒゲ、バババババンバババババン、ヒヒヒゲ、ヒヒヒゲ、バババババンバババババン、ヒダディ、イエーイ。ヤクブーツはやめろ、やめろ、ヤクブーツはやめろ、やめろ、ヤクブーツはダメよ、ダメよ、ヤクブーツはダメよ、ダメよ。ショー、フリースタイル TV。